そうですね、僕たち最初呼ばれた瞬間に自分たちのことだと分かんなくて、はい、時間が止まった感じがしたんですけど、はい、その彼女たちのやったーの声で、あ、自分たちなんだっていうのが、はい、分かりました。初めてです、ね、初めてです、はい、にしては本当にあの逆三角形使いがお上手でいらっしゃって、はい、普段は僕と彼が院生なんですけど、はい、インテリアデザインを専攻してまして、あ、なるほど、こんな子2人は学部生でまだ専門には特化してないんですけど、はいはい、まあ、その三角形生かすっていう意味ではインテリアの力がちょっと生きたのかなっていう、なんかやっぱり制作中とかもずっと画面で見てたので、なんかこの表現がこれだけの迫力になるのかっていうのと、あとやっぱりそうですね、見ながらつい祈っちゃいましたね、はい、もう本当にうまくいってくれと思いまして、ちゃんと会ってくれ、ちゃんと会ってくれ、バッチリだったんじゃないですか。そうですね、やりきったなっていうことあります。一番、まあ、特化して考えられたのってどういう部分だったんですかね。一番特化して考えたのはやっぱり最初の、はい、今プラスワンイコール未来っていうコンセプトを、考えるのにすごい時間を取りまして、はい、まあ、例えば表現を優先してストーリーがブレてしまうんじゃないかっていう時も立ち戻れるくらい強いコンセプトにしたいということで、はい、そのコンセプト決めはすごい時間をかけてやりました、ね、はい、そうですね、まあ、世代がどんどん変わっていくと思うんですけど、うん、まあ、首都大学東京の大学を通してもこのアワードに参加するっていうのが引き継いでいってくれたらなと、はい、じゃあ2人がかなりの期待の、そうですね、次の世代の、はい、引っ張っていってくれると思います、はい、皆さんの作品が出ててどんな感じでした？自分が、あ、色違うなって思う。作者ならではの、やっぱ画面で見るのとリアルで見るのは全然違ってて、で、あ、シンクロもここ、私ミスしか見てない、はい、自分の皆さんどうでした？そうですね、僕もちょっとやっぱパソコンで見るのと違うのと、はい、あとやっぱその制作で出来上がった映像とちょっと音がずれてたんじゃないかなっていうのを感じたんで、うんうん、私たちその後話してて、ああ、はい、もう色こうすればよかったね、で音楽この時はこうすればよかったんですね、うん、ってばっかり話してた、うん、テストが4人はもともとデジハリの同級生で、あ、違う、私が同級生、同級生で、はい、はい、彼は、ね、1年生、あ、1年生、はい、みんな松本君はシネマ 4D がすごいできてて、うん、はい、うん、声かけました。で、キョクさんははい、アフターすごくできてて、はい、で、もうオールジャンルだね。ありがとうございます。オールジャンルで、本当にみんな制作してた。12月にまたここがあるようになって、はい、まあ、それは参加してみたいですね、はい、今回とはじゃあまた違ったことを。そうですね、はい、ね、もうさっきその話はもうしてた。ちょっと休んでください。じゃあ本当に見てる間も終わった後も受賞してももう作ることばっかり考えてましたね。すごい。私はとりあえず寝たいな。プロジェクションマッピングという概念を大きく外れているが、それがいいのかダメなのか、審査軸がずれるどうしようっていうような意見が多かったんですけど、どう思いますか？まあ、やったった全くその通りだった。それは意図的にずらしていったのか、はい、なんか気づいたらずれていたのか。いや、まあ、どちらかというと意図的に、まあ、2人で話し合って、はい、まあ、従来のものとは違うとしようって。やっぱりそのプロジェクションマッピングという枠の中でいかにストーリーを、はい、そうですね、アニメーションとプロジェクションマッピングを組み合わせるとどうなるのかという、はい、うん、最初ほのぼのかと思いきや途中から SF に、そう、異次元の世界にとって、はい、ストーリー構成どちらが考えられているんですか？2人で、そうですね、案出しし合って、はい、こうじゃないな、ああじゃないなって言って、うん、まあ、うん、2人で固めていきました。なるほど。中でも珍しかったのが効果音しかない、BGM がないっていうところで、そうですね、あれは結構チャレンジングなのかなと思ったんですけれども。そうですね、その音楽に流される場面って結構多いじゃないですか、うん、印象だったり、そうですよね、そういうのを全く排除して、はいはい、で効果音だったり、うん、でそれだけでももう自分の表現したいことっていうのはきっと伝わるんだろうなと思っていて、うん、で、まあ、あれは結構サンプリングだったり環境音を録音してきて、はい、それをどんどん重ねていったりっていう、はい、CG アニメーションを作ってるんですけど、はい、まあ、その自身のオリジナルな CG アニメーションをやりつつ、はい、まあ、他のいろんな、なんだろう、映像の業務に携われたなと思っています。じゃあクライアントワークもするし
オリジナルでも頑張って、はい、そうですね、はい、なんか体験者にどういうふうに訴えられるかみたいな、まあ、要するにインタラクティブアートとかそういうのも作っていて、はい、でまあそうですね、インタラクティブアートも作りつつ、はい、CG をもっと勉強したりですね、技術が幅広いですね。ああそうですね、でもそういうのをミックスしていかないと、はい、どんどん新しいものプログラミングと CG を組み合わせたり、うん、今なんかゲームエンジンっていう、はい、まあ、それが結構フリーで作りたり、はい、そういう時代なんで、うん、そういうのをどんどんアップデートして、はい、全部結合して、うん、でまた新しい作品を発表したいと思っています。じゃあこれからのお二人の活躍にも期待をしております。じゃあ今日本当におめでとうございました。ありがとうございます。